はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。初江様、イブリン様、イクオ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金させていただきたいと思います。カメラなんですけども、オートフォーカスで自動で、ピント合わせるやつだとですね、こうやると顔ボケちゃうということに気がつきまして、ピント固定に変えました。うまく撮れてっかなーっていう感じであります。浅野川崎市議コラボ刑事告発せざるを得ないということですね。コラボに保護されていたしおちゃんの証言、これ対談してですね、いろいろ聞き取り調査を生配信したというものです。ガールズバーで働いていたしおちゃん、渋谷でニート無能に話しかけられ、危ないから職場から逃げ出せ。なんでなんで危ねえの。何、なんかその店に怪しい噂があるとか吹き込んだんでしょうか。4物件あるうちの1件に3人目として入居、1軒につき女の子3人が暮らしていたと。生まれた時からのアルバムを含む私物を取り上げられた全部。ニートから生活保護受給のためのレクチャーを受けた。生活保護詐欺指導ってことですかね。生活保護行くわよ。あなたの財産を全部一旦没収させてもらうわ。ブランド品もお金も5000円を残して全部没収よ。これで生活保護俺しかないっていうのよ。創作不幸話で鬱っぽく言うのよ。ブランド品没収、お金没収、現金5000円のみ。仕事もお金もなくて大変。小さい頃から施設を行ったり来たり仕事できる状態ではないと、役所の窓口で、しおちゃん言ってですね、めでたく生活保護受給。実はこの間もガールズバーで働いていた。詐欺ですね。しおちゃんの将来のため貯金するとして、通帳印鑑を取り上げ、生活保護受給金をコラボが管理、ニート無能が管理、スマホを取り上げ家族と分断、逃げられないようにすると。代わりに iPhone を支給し、高額の使用代金を政府から抜く。急遽退去することになり、理由は不明です。これコラボ側のあの理由だったんだが、しおちゃん側の理由だったんだが、よくわかりません。友達の家に転がり込む。これしおちゃん側がこんなとこ行っちゃいけないみたいな、気がついたんでしょうか。私物と通帳を返してほしいとコラボに連絡すると、私物は処分した、貯金は、まあ、残りのお金ですね、生活保護の残りのお金は全部処分代に使ったとして返却されずと。ネットの反応です。牛島くんに出てきそう。こんなの誘拐じゃないの。荷物は全て処分するから貯金はそれに全部使う。ひどすぎん、これひどすぎん。通帳は取られたまんま、自立支援どころか身ぐるみ剥いでて草。インスタの DM にやり取りが残っているらしい。詐欺、生ポ不正受給、強盗、しおさんのもの奪い勝手に処分、監禁、所有物全部取られて、月お貸し買えるぐらいのお金を渡す。極悪すぎて草。予想通りと言いたいところだが、予想以上にひどかった。貧困女性を助けるための社団法人が刑事告発されるのはどう考えても大事件だが、メディアはこれも報道しないのか。 LINE のやり取りとか証拠残ってるといいな。法律上、残置物は所有者の意に反して処分できないはず。吐き気を催す邪悪と。合意のない通帳の預かりは財産の不法占拠になるはずと。日本に出稼ぎに来るですね、横の国の風俗嬢、少なくとも3万人以上いると言われております。年間の話、そっくりですね、これね。パスポートも通帳も取り上げられて逃げらんないようにする手法であります。80年以上、もしくはもっと昔から磨き抜かれた、慰安婦テクニック、慰安婦スキームでしょうか。生活保護受給詐欺のみならず、生まれた時からの写真も含むアルバム捨てるとか鬼畜の所業ですね。返してくれない、全部取り上げて逃げらんないようにするって、監禁罪って罪あったっけな、あるいは実質監禁罪とか実質誘拐とかさ。今はしおちゃんだけですけど、被害者が続々名乗り出たら
どうすんのかな、つうか名乗り出てほしいですけどね。名乗り出たら脇固めないと、コラボ界隈プラス芝北界隈共産党界隈が嫌がらせどころか口封じに動きそうであります。少なくとも嫌がらせ訴訟とかはやんでしょうね。いっぱい弁護士いるみたいだから。刑事事件の実行者は特定が必須なんですけど、この場合ですね、生活保護受給レクチャーをしたニート無能でしょうね。直々にレクチャーしたっちゅうから、浅野市議の公開質問状をですね、ガン無視してこの始末、さぞかし公開してるかな。何が起こってっか分かってないかもしれないな。なんで温泉娘を文句つけたらこんなになってしまったのぐらいの考えしかないかもしれないですね。ひょっとしたら浅野市議は法学部出身だから、証拠を揃えた上での刑事告発ではないでしょうか。ニート室が有罪になったら、都の福祉保健局は何人首飛ぶのかな。刑事だから部署異動とか定年してても追及されますよ。追っかけていかれますよ。だって捜査権っていうものがあんだから。警察に隠し立てするとためにならんよっていうやつですね。刑事訴訟法第239条第2項、監視または行使は、これ公務員はって意味です。公務員は、その職務を行うことにより犯罪があると、しかするときは告発をしなければならない。公務員は罪を見逃してはいけませんよ。言わないとダメですよ。っていうのが法律に定められております。この場合どうなんだろうでしょうね。川崎市役所福祉課は騙された側ですかね。生活保護、受給詐欺。チェックせずに、コラボに、金出してた、都福祉保健局は何人か引っかかりそうですね、これね。罪を見逃してはいけませんよっていう。刑事訴訟法第230条第2項の罰則。公務員が罪を見逃していたらどうなるか。それはこちらだそうであります。刑法第193条。公務員がその職権を乱用して、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役または禁錮に処すと。権力を乱用して、チェックもせずに金出した。あははとかですね。人に義務のないことを怒らせ、権利の行使を妨害した。あるいはですね、仲間の公務員が、これまずいんじゃねえ言わないとって言ったのを、やめとけやめとけ、つって妨害した。なんていうのが問われそうだな。2年以下の懲役または禁錮。罰金刑ねえんだ。結構重いっすね。連帯してた著名人たちも、共犯に取られっかもよ、これ。有罪になっちゃったら。連帯ってそういうもんでしょ。利益も責任も分け合う的な。連名じゃなくて、連帯っていうのね。ニート無能が有識者会議に混ざってた困難女性支援法もですね、ガラガラポンできるといいですけどね。逮捕される有識者なんて、前代未聞じゃねえ、これ。で、それで作られた法律ってことで、ダメだ、最初からやり直しだってことになればいいんですけどね。2月26日にコラボを支える会が、イベントやそうです。オンライン報告会だって、登壇者司会北原みのり訴えられました。講演太田恵子弁護士訴えられてます。講演門田由紀子弁護士、AV 差別発言で抗議声明を出されております。門田由紀子聞き覚えあんな。なんか極悪なおばはんじゃなかった、謎の死を遂げた。内容を予想、刑事告発されました、されそうです。事実無根、塩は嘘つき、誹謗中傷するやつは全女性の敵、デマにいいねしただけでも訴えるとか絶叫すんのかなーっていうのを予想しております。今後の浅野市議の予定さそうなんですけど、コラボを生活保護不正受給で刑事告発、しおちゃんの財産を取り戻すための民事訴訟、後日都庁記者クラブで刑事告発の記者会見をするそうであります。記者会見やっても報道すんのかな。全大手メディアは今のところガン無視で、コラボのお仲間確定なんですけどね。これなんつうのかな、記者会見しただけでは報道しないかもしれないですね。面の皮が厚い大手メディア、テレビ新聞は、で、ガサ入れされた時点で、ようやっとガサ入れされました。みたいに、チラッと、報道すかもしれないですね。
パヨ秘宝、中国気球、撃墜支持 70%、最新読売調査、撃墜を支持しないは 22% だそうであります。ネットなんです。パヨこれどうすんの？野党がバカすぎるから。この状況で話し合いで解決していってる野党に絶望。北のミサイルもなんとかしてるよ岸田。気球もいいけどせっかくだから北朝鮮のミサイルで撃ち落とす練習したら、いざとなったらビビって見ないふりしそう。撃墜したら支持率爆上げだぞ。撃墜支持70、支持しない22じゃわからない。どちらでもないが、たったの 8% だってこと？そんなのありえなくない？優柔不断な日本人のアンケート調査にさ、何年も前からパヨ政党支持率合計は10から 14% 年々減少中であります。読売、これ不支持の数字持ってませんかね？どちらでもはない、わからないが、もっと 8% より多くない？その分不支持を増やしてない？何度かんの言ってもですね、読売も、子会社の日テレも、NHK スクランブルでもガン無視。コラボ問題、ガン無視だし、あちら側確定ですよ、なのね。その謎気球、自爆装置付きだった。作動しなかっただけ、と、ニューヨークタイムズが報道しておりました。ネットなのです。それは爆弾だよな。自爆装置のある民間気球ですか。どう考えても軍事用ですね。米軍基地監視するなら、領空侵犯前提。次は、爆弾が仕掛けられましたと発表するだろうなって思ってたら本当にそうなった。岸田注視します。もしガスが抜けて地上に落ちたら自爆に巻き込まれるかもしれない。撃墜支持しないっていうバカパヨの頭上でドッカンして、まあ人の被害は出ないっていうのが望ましい展開ですね。次の米国の発表はですね、ガス兵器が積まれていた、あーですかね、その痕跡があるとか、最近兵器もあった、それが嘘でも、米国の発表が嘘でも、中国共産党が顔真っ赤にして否定しても誰もどこも信じないしね。ああ、やりそうだよな。日頃の行いって大事だなーいう感じであります。というわけで、北区の佐藤圭介支部長がですね、戸籍謄本公開してくれました。この流れがどん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 広まるといいなぁ、思っております。で、戸籍公開しにやつは白い目で見られるっていうのが、望ましい状況。そんなね、法律で義務化する前にどんどんやっちゃえって。心ある、恥じることのない、人はどんどん戸籍公開しちゃえ、やってくれ。我が党の候補者に限らず、どこの党でもさ、自発的にやってくれ。思っております。メール党員さん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックして、そこからご登録ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。